ポドゴリツァ駅構内ポドゴリツァ駅は、モンテネグロの首都ポドゴリツァにある、鉄道駅である。ポドゴリツァに最初に駅が建てられたのは1927年のことで、現在のポドゴリツァ駅から約800メートル離れた、スタラバロシュの時計塔の近くであった。今ある、ポドゴリツァ駅が建てられたのは、第二次世界大戦後で徐々に改良され現在の、 携帯や容量になったのは1970年代である。当駅はポドゴリザにある唯一の駅でモンテネグロ鉄道のハブである。代表的なベオグラードバール鉄道のほかニクシッチやシコドラを結ぶ路線が交差する。通過式の駅でポドゴリザは幹線を南北に分ける拠点となっている。ポドゴリザ駅自体は永続的な旅客駅として計画され、建てられた駅ではないが、 モンテネグロ鉄道の鉄道システムの運営管理の中心である。旅客駅舎は別当で建てられているが、現在の駅舎は未だ暫定的な駅舎で、待合所や飲食店、切符売り場、売店などがポドホリザと同じような規模の街の主要駅に比べをとっている。参戦により、旅客扱いが行われる一線は、駅舎よりのプラットフォームが使われるほか、 線路を渡って一つの島式ホームが使われている。駅の設備は旅客の他に貨物もあり、モンテネグロでは最大の操車場があり、修繕工場や車両基地、貨物ヤードなど、モンテネグロ鉄道の鉄道施設で占められている。ありがとうございます。